吉田さん、こんにちは。手段と目的の話なんですよね。手段はあくまでも手段であって、その手段をマスターからしたからといってね、なんてことはないんですよ。私たちは目的を達成するために、その段取りとして手段を、構築するだけなんですよね。だから動画をたくさん撮ったからといって、でブログを毎日書いたからといって、それがじゃあ目的たる、なんかこう稼ぎに直結するかったらしないんですよ。それはあくまでもロングランができる体力であり、でライティングとかそのパブリックスピーキングの能力であり、それはあくまでも手段であってね、目的を達成させるためのファクター要素でしかないんですよね。で例えばみんなの銀行っていうのを今進めてますよね。これはね、この猛烈さで私が発信してるってことは、8年前の自己アフィリエイトの自己アフィリエイトやりましょうって発信と同じなんですよ、体の絵だって暗号通貨を買いましょうっていう発信と同じなんですよ。それは何かっていうと、その自己アフィリエイトとかみんなの銀行、それから YouTube のアップロード自体にそれほど価値はないんですよね。違うんです。それがもう当たり前のようにできることによって、いわゆるね、毎回同じ素振りができる、毎回同じところにボールが当てられるっていうのを使って試合に臨むってことなんですよ、試合に出たらライバルも同じようなことができる人だらけなんですよね。だからブログを書きまくる、 YouTube 作りまくる、自己アフィリエイトやりまくるっていう人ばかりがいる中で勝負をするんだよってことですからね。だからこの辺がいっぱいできたからといって、なかなか頑張りましたとか言って自画自賛するもんでもないし、その辺を使いながら目的を達成するために、そっからがスタートってことですよね。だからブログを1年間書いたからといって、動画を1万本作ったからといって、自己アフィリエイトはみんなの銀行を知ったからといって、それは手段を手に入れただけで、そっから戦いに行かないといけないと。そっからね、負け戦になることもあるわけですよ。だからこの辺なんですよね、きっとね、もう手段が目的化しちゃうっていうかね、あくまでも目的はもっともっと遠いところにあって、それを構築するためには、その手段の一つ一つをもっともっとね、やり込まないといけないかなっていうところじゃないですかね。空手にしてもカンフーにしても、技を鍛えておく、稽古をするっていうのはありますけども、実際に組手とか試合とか乱闘騒ぎになった時っていうのは、練習をしてない人はまず負けると、練習をしてる人だらけの中で誰が勝つかなってことなんですよね、きっとね。という意味で、ビジネスも戦争ですからね、気を抜いたやつはもう叩きのめされて終わり、いくら頑張っても成果が出ないやつは終わり、泣き言言うやつは終わり、全員終わり。アウトレイジでございます。いってらっしゃい。